サイゴン港、サイゴン港は、ベトナムのホーチミン市にある港。サイゴン川に設けられた河口であるが、港行き付近でも川幅は300から500メートル、水深は11メートルあり、3万 DWT、全長230メートルの船舶まで入港が可能である。このため外港船が直接入港することができ、普通インドシナの時代より重要な貿易港であった。 現在も南ベトナムで重要な輸出入の拠点となっている。仏領インドシナ時代には海軍基地としても整備され、商工の上流側に軍用布団と艦船の整備、修繕を行うサイゴン海軍造船所が設けられていた。海軍基地自体は、その後も南ベトナム海軍を経て、ベトナム統一後はベトナム人民海軍が使用しているが、 サイゴン海軍造船所については、バソン造船所が運営し、1990年代以降、主に商船の整備、修繕に使用している。近年は、ホーチミン市の都市計画のため、郊外のヒエップフオック地区、カットライ新港、ティーバイ港、カイメップ港などに、新たな港湾施設が建設され、機能の移転、再配置が進められている。ありがとうございます。